カッシュルズ黒田官兵衛、以前俺も使えてたぜ。戦国最強のフリーター、俺様のことだ。そうさそうさ、俺こそ自由気ままな歌舞伎者、水野日向守勝つるだ。拍手。戦国最強本多忠勝の娘にして家康公の養女、真田家に嫁ぎ、関ヶ原の戦いでは夫不在の沼田城を守り通した。我こそ戦国最強の女武者、小松姫参ります。鬼となり影となり、徳川の使いばったり、五の旗印掲げるところに服部党あり。清康公の恩義に応え、暗中飛躍の影奉仕。かくいう我は大義を助ける草の者、伊賀人将服部半蔵正成。浜松生まれのこのわしが15で殿に救われる。正義と忠義を胸に決め、赤い甲冑身にまとう。先方は譲らぬ、命は惜しまぬ。ただ前身あるのみ戦場で赤鬼と呼ばれし、我の名は井伊直政参る。源氏車を身に背負い、旗印には無の一字。我が策は数多の武士を奮い立たせ、我が剣は羽柴の軍を追い詰め、幼き頃より家康公に仕え、治癒兼備の将と歌われし、我が名は榊原康政。いざ押してまいる。うわ、生涯57度の戦に臨み、一度たりとも傷つかず、家康公の御為と腕手に握るは天下三名総とんぼ切り。我事の難に臨み手っしり続かず、我こそは戦国最強の武将、本多平八郎忠勝参る。四天王のしんがりは家康公の片腕と、三方ヶ原での陣太鼓、長篠での奇襲戦、あまたの戦を指揮する東三河の旗頭。我が名は徳川四天王酒井忠次源三。天下は一人の天下にあらず、天下は天下の天下なり。我が生涯かけたる望みとは、天下太平の世、時空を超えて平成のふるさと岡崎の地によみがえる三河武士。我こそ徳川家康、ギレクターグレート家康公、青い武将隊。
たこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。我々はグレート家康と青い武将隊と申します。そうだし、もうやりすぎて喋ること忘れてしまった。さあみんな、さあみんな、毎週土曜日、日曜日、祝日をただいまご覧いただいておる演舞をこのように行っておるわけでありますが、平日は演舞がない代わりにわしも含めこちらに控えておる家臣団のいずれかが皆々をおもてなしするので、また平日もお越しくださいますようよろしくお願い申し上げます。するがその前に、はい、我々の具体的なこの具体的なこの存在この存在の理由をまだお話はしてもらうが、我々は400年の時空を超えてこの地に蘇りました。そして岡崎市の素晴らしさと三河節の心意気を、はい、心を、はい、身の元をまたは異国の国に広げるために日々おもてなしをしておる次第にございます。皆様、グレート家康公青い武将隊よろしくお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。そしてその何やら小さい和子たちは今日で夏休みが終わりということで、この何か夏らしいことがされましたか。夏らしい、ええ、そうだな。あの竹でパーンとスパッとなったあのカーンとのそうめんっていうのか、そうめん、あそうめん、流しそうめん、流しそうめんっていうのか、来たものが あれを食してまいった。あそれは懐かしい。うん、南野は何か夏らしいことやったかな。あ、金魚すくいをやりました。あ、夏わし結構得意でございます、坂井戸さん。おお、ヤスマスと勝負して1対0で勝ちました。2回いただきましたけど。全然どうもさん、なんかやったか。わしは、まあちょっと暑い時とかにですね、あの山田電機さんに行ってクーラーすごい暑いの苦手ですから。そう、ヤスマさんやダブルトルが本当にいやだって夏ならではですからね。まあまあ、快適ですよ。知れんけども、量の取り方っていうのはあるだろうね。最後ですかね。私、あれです。ちょっと関連がてら滝に打たれてまいりました。滝それも多いな。僕で、これはなかなか苦しいし、心の管理にもなるし、なかなかいい。小松は何かやったか。小松、かき氷を3杯食べました。美味しかったです。はい。全部味変えるんですよ。いや、普通に聞いとらはい、とっても美味しかったです。ダメだな。夏満載でございます。こんなこと言ったらわしだって今年は川行って、海行って、シュノーケルに乗って森持って漁してきたんです。ずっと遊んでます。ずっと遊んでます。カレーと卵。カレー、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 海ってカレーとるからカレー、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 カレー。そして小さい和子たちは今日で夏休みが終わるということで、はい、今ただいまね、岡崎公園でイベントを開催しております。徳川埋蔵金伝説でございます。はい、こちらは岡崎公園に隠された謎を解いて豪華景品をもらうゲームとなっております。小さい和子たちやってない方、最後の夏休みにぜひ参加してくださいませ。はい、はい、その他にもですね、家康館と岡崎城で行われておりまする、はい、漫画と刀剣の世界というイベントがございまする。これはですね、有名漫画家さんが、コラボいたしま、日本刀などとコラボいたしまして、その日本刀自体と、絵もですね展示してありますのでね、ぜひこれを機にご覧くださりませ。はい、はい、ではあちら参りましょうか。あちらか。それでは皆様、竹でスパッと割った流しそうめんというお話をですね。違います。高いとかあっちとか言うから分かりづらかったですね。はい、あの曲、あの曲楽しい曲でございます。それでは皆の衆、我々の
舞をご覧いただこう。ゴールド AOI 岡崎ペーシス、いざ出陣。
度旗を上げてまいります。お暑い中お集まりいただき誠にありがとうございます。ここにお集まりの皆様がご多幸とご健勝を記念いたしまして勝ち時をあげます。皆様ご唱和願います。それでは参ります。勝ち時だー。それでえいえいおろーえいえいおろーえいえいおろー。ありがとうございました。そしてですな、本日はですな、15時から先ほど申しました徳川埋蔵金のですな、本日買っていただいた方は、15時からサイン会がございますので、お持ちの方はですね、ぜひ15時から、サイン会ご参加くださりませ。はい、では左側、はい、センターがいいよね、やっぱり真正面から撮れる。はい、よろしいでしょうか。はい、ということで、すごい勢いだね。次からは、今お並びのお客さんと一緒に、そら、